オーチェネレタにデコピン。あ、まずい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 。来る。あ、来た出るぞあ、いねー。いててててて。逃げまーす。ナースから逃げまーす。あ、来てる。フリンク。アップねよし。隠れよ。めっちゃ危ないことしてる。よし、逃げます。バレてるバレてる。逃げるぞ。やられるわけにはいかない。ガラポリーン。オッケー。じゃあ、トウモロコシ畑走って。あ、いるいる。あ、いるよ。あ、バレた。あぶね。逃げろ。ポイント。あぶね、あぶね。よし、逃げまーす。わー、すごい。来る。ポンポー、あぶね。おい、怪我人には優しくしろよ。立ち向かう。ゲイ。ナイス。病人には優しくしてくれ。よし、離れましょう。見失ってる。ダメだよ。病人に優しくしなきゃ。あ、痛い。痛い。いる。もう優しく看病されたいよ。ジェイク兄は。離れましょう。あ、バレた。あ、逃げるぞ。逃げるぞ。すごいブリンクス。残念だったな。じゃあな。あ、いて。離れまーす。わっせ、わっせ。ああ。生きてる?まだ生きてる。Hey guys, どうも、ココレモンです。今日もデッドバイデイライト実況していきましょう。Be a Survivor。ウィンナーヘアのメグちゃんでやっていきましょう。気の強いメグちゃんでね。よいしょ。あ、全員チェック入ってる。わかった。じゃあ、オファーリングをさっさと決めて、霧がちょっと濃くなるやつにしよう。よし、レディーやってこう。あ、ラグチェックしてなかった。まあ、大丈夫。よし。ドワイツくんに、老人ホーム、ビルおじいちゃんとメグちゃん。霧が濃くなります。フォルドネースポイントが 25%、75%。あと、マイケルのマップの確率が少しだけ上がります。いや、新年度も始まって、ちょっとバタバタしてるんですけども。みんな、学校はもう始まったのかな?春休みも終わってちょうど始まる頃?とかなのかな?花見とか、もう東京とかだと花見。やってるようですけど。花見行きたいですね。花見見ながら、美味しいもの食べて、美味しいお酒飲んで、行きたいなぁ。あ、そういえばね、殺人鬼側、キラー側はあんまりアップしてなかったので、なんかもうちょっとしたら、もしかしたらこの動画と一緒にあげるか、まあ後日殺人鬼であげるかちょっとわかんないですけど、今度殺人鬼側もあげていこうかな。セットであげていこうか、別々であげるか。おっしゃ、やっていきましょう。暗いね。明るくしていきましょうか。めぐちゃんマジックウインナーやっていきます。やっていくよーん。よし。ここはめぐドリルの出番だな。わかる人にはわかる。あ、開通してる。メグドリルの出番なし。あ、ビルおじいちゃんが走ってるよ。元気だね。ほらー眩しいか。美味しいお、なんか、あ、来てる。健康食品でもゲットしろよ。奥にいましたね。キラーはチェンソー。チェ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 、チェンソー。あ、くらった。よし、じゃあここで一緒に直していこう。はい、リペア開始。シュポポポポーや。めぐちゃんの顔登場。ドワイツくんとね、一緒に直していきましょう。
パークのリーダーパークついてるので少しリペア速度が上昇します。残り少し、はい、150円、 OK、 ついた。さあ次のジェネレーター探しに行きましょう。わっせわっせ、ウインナーボン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 、あ、骨あった。よし、ここ修理していこう。リペア開始、シュポポポポ、直してる。おいしょ、もう一回リペア開始、シュポポポ、 OK、 来たろう。はい、直そうはい、こんにちは。なんかウインナーヘアポニーテールにしたらさ、メグちゃんの顔なんか長くない？俺だけかな。あ、二人目不詳。ポニーテールにするとなんかメグちゃんの顔長く感じるんだよね。長くなったろー。ウインナーがプロプロしてる。ほら、あ、プロ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 、シュポポポポ、プルプルしながらシュポポポポ、直していこう。残り3分の1、ゲイ、150円、絶好調。2人食らったままだね。さあ今のうちに1人でウインナーヘアをプルプルして、150円、シュポポポポ、来た来た来た、来てる。お、ピールおじいちゃんが右に走ってったよ。殺人鬼に追われてるみたいだね。老人ホームに無事行けるか。よし、じゃあそこのジェネレーターを、どこ行った。よし、ここのジェネレーター直していこう。リペアシュポポ、あ、よし、助けに行きます。行くぞー。ピールおじいちゃんを助けるんだ。来た、よいしょー強制終了チェーンソー強制終了。チェーンソーで板壊す。よし、じゃあチェーンソーのキルビリーの注意を引こうか。あ、ぶつかったろぶつかったろ。よし、注意引きます。はい、こんにちは、どうも、へいへいへい、危ない。さあこっちだよ、よいしょっと、あ、オッケーオッケー、回復したね、ナイス、作戦成功。はい、残りジェネレーターも2つ。さっきのジェネレーターのとこ直しに、あ、いたヒルビリーがいるよん、来るか、危ない。あ、ビルおじいちゃんバレた。あ、こっち来る、あ、こっち来るよ、ほらほら来たあ、来た。あー、くそくそ、詰まる。よし、離れましょう。はい、ターゲット入れ替わった。私だ私の番だ。ウインナー振り回して、ボンボンボン。さあ、ターゲット取り開始。来い来い来い。危ない、チェーンソー。はい、残念。ボンボンボン。ウインナー、ボン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 。まだ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 、あ、やばい、詰まった、あ、げーん、一発もらう。よし、離れましょう。てかビルおじいちゃん何やってんのちょっと離れて倒す、あ、痛いか、はい、スクラッチ、やべ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 、やぶねー。よし、もう一回竹取り、ちょっとビル空振り、ビルおじいちゃん離れて、ここだけ使って竹取りしていきましょう。キラーをね、なるべく、よいしょー、あー、痛いかー。おー、チェーンソー使う、はい、50円、離れます。キラーをね、なるべくこの一箇所で竹取りすると周りの生存者がリペアしやすいんですね。ここで竹取りしましょう。はい、竹取り開始。そうするとね、心音がこね、ずっと同じ範囲で鳴ってるから。しかも負傷状態でなお竹取りしてるとなおよし。あー、痛いねよし、離れます。だからビルおじいちゃん離れてもういいよ、離れるわ。じゃあ
残り1つだからな。でね、負傷状態でさらにタゲ取り、同じ箇所でタゲ取りできると、もうナイスプレー。はい、着いた。そうするとね、追われてるってわかるし、心音も同じ範囲で鳴ってるので周りがもう安心してリペアできるわけですよ。はい、スクラッチ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 、あ、食らったーん。ドワイツくんが食らったーん。思いっきり背骨ぶった切られたよ。はい、マックス。じゃあビルおじいちゃんにゲートを任せて、さあ当選簿しましょう。ほらー、あっち行け、あっち行った。よっしゃ、いけるぞ。ナイスー、オッケー、オッケーオッケー。よし、あとはみんな出す。大丈夫か、オッケーかな。はい、一人ダッシュ2、二人脱出。よし、あとは相変わらずずっと負傷してるビルおじいちゃん。開いた。おい、大丈夫か。おお、まずい、あぶね。老人ホームに行かないとね。よし、後ろを守りましょう。わっせわっせ、来てる。よし、離れます。あぶね。あ、ボルドネスポイントマックス。ほらー、くらえ、あ、あ、残念、くらえ、あ、げん。アイムフリー。マックス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 、5000円ゲット。よっしゃ、オッケー、全員脱出。ポイントは18576円、 GG。 オッケー、この稼いだお金でメグちゃんのウインナーヘアを極上のトリートメントして、あ、マックスだね、ボルドネスポイント。極上のトリートメントをして、もうトロットルのプロンプロンにしよう。めぐちゃんの目標は自分のウインナーヘアをもうトロットルのプロンプロンにするっていう。よし、それでやっていこう。え、してましょう。はい、それじゃあね、今回ここで終わりたいと思います。次回もデッドバイデイライト実況していきますので、ぜひぜひお楽しみにしててください。またねー。